トランポリン競技トランポリン競技はトランポリンを使用して跳躍しアクロバティックな空中演技でカレードと難易度を競う体操競技に類似した採点競技である。講義では日本で開発されたトランポリンの対人競技であるシャトル競技も含まれる。国際競技連盟は国際体操連盟、日本の国内競技、連盟財団法人日本体操協会の加盟団体である。 社団法人日本トランポリン協会によって運営されている。安全のため、角を丸くしたフレームに、スプリングで喧嘩した縦4.28メートル、横2.14メートルのベッドを張ったものが公式の跳躍器具となっている。演技は審判員によって、演技点と難度点が採点され、その合計点数で順位を競う。演技中のジャンプの高さは、男子選手では7メートルにも達する。 競技として最初に普及したのは個人競技で初めにアメリカの大学などの学校で行われ次にヨーロッパへと広がり初の世界選手権大会は1964年にロンドンで開催された2000年に開催されたシドニーオリンピックから体操のトランポリン種目としてオリンピックに正式採用されカタールのドーハで開催された2006年アジア競技大会でも 体操の新種目として採用された。日本では1959年に日本体操協会がジョージ2戦と1952年の全米チャンピオンであるフランク・ラデューを招いて日本各地で公開演技を催し、その後1964年に大阪府で第1回全日本選手権大会を開催。1972年に日本トランポリン協会を設立して、 国際トランポリン連盟加盟。同連盟が1999年に国際体操競技連盟と合併したのに伴い、日本体操協会に加盟した。2012年、日本体操協会が日本トランポリン協会を九州合併。大学のクラブとしていち早く取り入れたのは日本体育大学で、次に大阪商業大学である。 現在は全日本学生トランポリン選手権大会も模様されている。その大会も2008年度第43回大会を迎え、北海道小樽市で行われた。結果は、男子団体戦優勝は日本体育大学、準優勝金沢学院大学、3位小樽商科大学、4位文京大学、5位早稲田大学、6位反乱大学、女子優勝は 日本体育大学、準優勝金沢学院大学、3位学習院大学、4位小樽商華大学、5位阪南大学、6位文京大学という成績であった。個人戦も行われた。演技のカレードを審査する演技審判員5名と、技の難易度を審査する難度審判員で審判団が構成される。ベッド上の中外りの空中姿勢は、の基本的な3種類と、 タックとパイクの要素を含んだパックがある。これにひねりを組み合わせて演技が行われる。10本連続して演技を行い、合計点が計算される。そのたッド上の姿勢には、フィート、シート、フロント、バックなどがある。2008年開催予定の北京オリンピック時点で、オリンピックに正式採用されているのは、個人競技のみ、シンクロナイズド競技は、世界選手権やワールドカップで、 ダブルミニやタンブリングはワールドゲームズなどで採用されている。個人競技オリンピック予選では第一演技と第二演技を行い、審判員によって採点された合計得点の上位者が決勝に進出する。決勝演技では任意の技を10個選びその技を連続して行う。決勝では予選の得点は加算されず、決勝演技の得点のみで争われる。 シンクロナイズド競技二人編成のチームが平行に置かれた二台のトランポリン上で同時に同じ空中演技をして同調性などを競う。個人競技と同様に第一演技と第二演技を行い演技点と難度点に加え同時性が採点される団体競技4名で構成されたチームがそれぞれ個人競技を行いその合計点で順位を競う。予選では4名のうちの上位3名の採点。 決勝では代表者3名の採点の合計点が得点となるダブルミニ競技体操競技の跳馬に類似した競技助走路を走った後その延長線上に設置されたダブルミニと呼ばれる細長いトランポリン上で2種目の演技を行ってからマット上に着地するタンブリング競技詳細はタンブリングを参照トランポリン愛好者のレクリエーションの一環として日本で開発された 対人競技で1999年から全国スポーツレクリエーション祭の採用種目となっている。個人競技と団体競技に対別され、2台のトランポリンで2名の競技者が交互に同じ跳躍を繰り返して1種目ずつ増やしていき、3分間の判定で優劣を競う。判定は警告の有無、安定度、高さ等を比較して主審により発表される。飛ぶ種目は、 ひねり飛びや開脚飛びなど38種目あり、それ以外の跳躍は制限されている。宙返りや背中をつくことは禁止されており、同じ跳躍が繰り返せなかった場合、その時点で負けとなる。ルール上、1回の対戦中に一度だけ2種目連続して飛ぶことが許される。ありがとうございます。